ヒップスターのゆかりーなです。今日の動画は福島テレビオープンの予想をお届けいたします。まず本命に選んだのがエターナルタイムです。シルクロードステークス3着という前走のレース内容からも今回のメンバー相手なら実績上位と評価しました。初の福島コースとなる点は未知数ですが、中段から競馬ができるのであれば十分に頭争いできると判断して本命に選びました。続いて穴馬に選んだのがロードベイリーフです。アイビスサマーダッシュで2年連続3着に好走した実績がある点からもスピードは上位争いできる馬と言えそうです。 CBC 賞6着に健闘した実績からも今回の相手なら割って入るチャンスがありそうです。今回は3連単フォーメーションで1着にエターナルタイムを選びました。2着3着にブーケファロス、シナモンスティック、ロードベイリーフ、以上の3頭を選びました。最後3着固定に選んだのが当選ローリエ、サンライズオネスト、リュガ、こちらの3頭を追加した3連単15点で的中を狙いたいと思います。以上、ゆかりーなでした。